皆さん、こんにちは。淡井圭介です。本日2024年、11月の22日、昨日の、日本対アメリカの、試合に関してお伝えします。その前々日に確か日本と中国のサッカー日本代表の試合がありまして、で、あの日の次の日の睡眠時間が3時間だったんですよ。その試合、特にテレビつけて、対応もしてなくて、別にいいかなぐらいの感覚だったんですね。で、ただ頭なんか取られたりとか、イオンモールの人間が、こっちでやりますとか言うてきたから、もう君、横領罪やと。人の頭なんか身勝手に使いようと。そう言った人間、僕の頭なんか身勝手に使いようもんよ。で、もう他の店員に言ったのよ。そいつの名前確認して。で、前も同じ人間で、渡辺っていうやつだったんだけども、まだ君かって。ちょ、もう、君、もう上に言ってもそいつ、やめさせてって。もうそれで、その方法で交通事故とか起こせるからって。もう方法は言わないよ。車で走ってる人間に、そういうふうに言えないでしょ。聞こえないから、言葉で。エンジン音とか車の音の方が大きいから。で、昨日の試合に関して、だから、そのサッカーの次の日の睡眠時間は3時間しかないと。で、それもね、救急車が無理やり、もうその前の日もその前の日も4日ぐらい前から、夜中の2時ぐらいに目覚めてたんですよ。起こされてたんですよ。だから寝てすぐ起きるみたいな形になるでしょ。で、朝は朝で起こしに来てた連中とかいたでしょ。で、夜中の2時、だからもう最初車のドアバタンか、どうせ階段踏み鳴らして上がってくるやつだと。もうそういうふうに警察官の方にね、言ってたんですよ。で、それで、この間ね、2時前まで起きてたんですよ。そしたら、救急車。夜に、もう警察官のパトカーも、救急車も、もう僕が住んでた神戸市兵庫区で、もう昔決まってたの。もうこれ日本全国テレビの放送でもされてるから。その暴走族とかを取り締まるときにね、警察官の人も我慢の限界が来てね、お前ら止まらんかいってこう、大声で言うんですよ。そしたらもう街中、もう夜中だから、街中至るところ、もう何キロも先まで聞こえるから。めちゃくちゃ大きい音で。特に高いところ登ってるとき、遠くまで届きやすいから。で、そういうふうな形で睡眠時間3時間。で、昨日の試合も、朝起きた時はだいたい3時間ぐらいしか寝れてなくて、それも途中で睡眠薬を服用して、もうやりすぎ、本当に。で、ちょっと消防署の人とね、そのサイレンの件で、あれこれ話して、どうぞ昼寝してくださいっていうことを言われて、その一言で、やっと、昨日ね、1時間とは言いません。もうほとんど寝転んでるだけで、うとうとしてるだけなんですけども、ちょっとだけは眠れてると思うんです。30分もしかしたら眠れたかもしれません。あ、もうよくわかんない。うとうとしてるところとその境界線。だから、睡眠が深いのと浅いのとかあるじゃないですか、いろいろ。そういうふうなコンディションの中で、その3時間の前の日も、睡眠時間あんまり長らないんですよ。1日7時間寝れた日、もう、何日前か何ヶ月前かもう覚えてないです。本当に。年に何回あるか。それも睡眠薬使ったりですよ。年末になったら睡眠薬なしで7時間以上眠れますが、スポーツ全部止まるから。もう、これリアルタイム、こちらのリアルタイムの時間軸の淡いケースが笑ってるだけで、その時間軸に行ってる日本のスポーツのところがその負担を背負わなきゃなんない。一応こうしておきますね。で、昨日のね、試合に関して、普通に、試合を進めていっていて、
最初は両チーム、ピッチャー、硬い状態でね、試合がスタートして、コントロール、両ピッチャー最初良かったんですよ。だけどもうすぐに崩れかかってきて、それ途中で何を考えたかって言ったら、このままでいくと、同点止まりだろうなだとか、ホームページは IKS 権利を描いてますから、その正当防衛のところとかあるわけじゃないですか。先制攻撃の話を。で、昔の戦争、六法全書に第二次世界大戦の話は書いてますけども、それも嘘の可能性があるんですよ。法律の話まで。変に法律がずっと積み上がっていってるところが、これでも答えわかると思うんですけども、みんなテレビとか新聞でしか情報を収集できなくて、上へ上がっていくから、自分が国会議員になった時に、やっと初めてわかったっていうような形、もしくは、まだ国会議員にもなって、まだ思い込みの方向でずっと進んでいって、こうしなきゃなんない、ああしなきゃなんないで、法律をたくさん作り始めて、法律を作ればいいんだって思って。で、みんなを困らせてきたのがこの法律六法全書。っていうのは、わかりやすく言うと、六法全書では厚生年金入る条件として1週間の労働時間が20時間以上とか記載されてるんですよ。最新の六法全書は何かわかりませんよ。けど、僕はもう20歳ぐらいの頃からしか、年金事務所とか行かないから、もともと昔から月額なんですよ。一月いくら稼いだかによって、で厚生年金の金額これぐらいですよっていうことになってるんですよ。納付の。で、会社の半分は会社が負担ですから。で、試合の話に戻しますけども、もう途中でね、4回か5回になった時に、途中ですぐにアメリカがランナー出てましたから、ホームページは IKS の履歴を見ることによって、まずアメリカが先制点を取らなければ、日本が正当防衛を行使できないような形になっているのかどうか。これがまずあるんですよ。で、ただし、相手に先制点取られて、負けてしまっているケースの試合もあるんですよ。だから、途中で思ったのはね、途中から、もうあんまり僕が得点されないものだからか何なのか分かんないですけども、途中で結婚話の話とかもコンピューターが持ち出してきて、人間かどうか分からないですよ。もうごちゃ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 言われてきて、言葉のワードの組み上げとか、もうそっちの方の対応と、そこに対して、いや、こっちはこうしましたよ、ああしましたよ、押しなきゃなんない。で、かたや、言葉のワードを組み上げなかった頭の中の供給がピッチャー。いや、バッターになかなかいかない。で、そういった条件の中でね、もうついにこうポロッと思ったのが、コンピューターのオートの搾取の方がまだマシなんちゃうかと。で、ただそこから先の考え方でいくと、それを認めてしまうと、ね、これから先ずっとスポーツの試合があった時に頭の中から脳の搾取をやられたら、その人の人生どうなります？無理でしょう。すべての裁判が棄却されるとは言いませんよ。僕も何回か勝訴ありますから。まあ、棄却の中の勝訴もあります。本当の勝訴もあります。そっちは弁護士さん付きなんですけども。いろんな例があるんですよ。で、この間のね、報道ステーション見てもらったら分かると思うんですけども、まあ別の動画でも言ってるんですけどね、これ僕、ごめんなさい、さっき、話そらされよう。やっぱりアメリカが、コンピューターのトップ一番たくさん持ってるから、オートの方がいいって思った瞬間、どこに行ったかって、アメリカの選手の方に行ったんですよ。で、日本が先制点取られたんですよ。けど、その段階では、僕も何でも正直に話す方だから、そこで僕も、絶対、勝ちに行くんだったらね、もう勝ちに行くっていうことを宣言、心の声で宣言しますから、で、もう動画でも言ってる。で、投げ出すわけにはいかないと。まあ、投げ出すっていうのは、放棄するわけにはいかないと。あんまりもうめちゃくちゃな状況になったら、それは放棄するときありますけども、もうそのコンピューターの言ってくる内容、めちゃくちゃえげつないですよ、その結婚話の話で。本人らの声を使ってくるから。その声聞いてくれてる人がいたら、淡井圭介の方にね、脳に、どのような形でコンピューターが誰の声でどういうふうに言ってきてるのか、全く同じ内容を聞いてくれてる人がいたら、さらに頭の中渡しながらとかで、
こんな無茶苦茶な世界あかんわってなります。絶対ならなかったら、ならない笑ってる人いたら、そいつ自分が同じ目にあった時に泣き出しよるから。だからこれが貧困層と上流階級の世界の差かなと思ったんですけども、一応まあ上の方の人間も顔取られてる時は取られてるし、頭の中もそうだし、だけどそれはもうこちらで起きてる現象と比べたらはるかにマシです。あなたたちまだ睡眠時間あるんでしょう、ちゃんと。だから働いてるを盾にして自分たちは寝れるっていうことにしますけども、こんなにたくさん余計な法律作ってきたら国会議員が眠れなくならなきゃおかしいんですよ。その方法を用いるのであればね。僕の方法は全然違います。全員しっかりと寝れたらいい。で、特に救急車、サイレンなんか夜中鳴らしちゃダメってもう決まってる。昔から僕は子供の頃から、小学生の頃から、PTA とか。で、それをね、藤原台にあるのに、アリの支部って書かれてる消防署の人とね、あれこれ話してたんですよ。で、帰り、見た時ね、全部赤い車で埋まってたんですよ、駐車場が。これもある程度こういうふうな言い方で言わなかったら、僕も人間だから怒り爆発して、もうめちゃくちゃな罵詈雑言でもう怒鳴り散らしてしまうことあるから、ちょっともう、ちょっとある程度の言い方でね、笑顔で、言ってしまうっていうところをちょっと容赦してください。もう昔それで怒った時に精神病院とかに連れて行って隠蔽、つまり怒らすようなことを相手が仕掛けてきて、公務員が、公務員崩れの人間が、で金稼いだだろうっていう人間、そいつの頭の中とか取れなきゃいけないし、仕事辞めさせなきゃいけない、本当に。で、その今言ってるのは、アリの支部も変といえば変だったんですけども、もともと言ってる、変なところは指摘したらいいと。で、それはアリの支部だけじゃなくて、これは日本全国、そう、国連レベルでそうなんです。で、一応聞いたんですよ、ちゃんとね、普通の言い方で、本当にここ今救急車ありますって。で、ありますっていうことを向こう言ってるんですよ。まあ松下さんっていう人が対応していて、横にいた人が、まあこれもまあ姉の支部の人たちにも聞いてほしいんですけども、そのもう一人スキンヘッドの人がいて、その人もどこかで見たことあるなって思ったんですよ。で、大阪の高等裁判所と地方裁判所、その時姉の支部で僕言い方間違えたんですけども、どちらかというと大阪の高等裁判所、僕ら他の都道府県の人間から行く時って控訴した時しかないんですよ。まあ、兵庫県だったら、地方裁判所がありますから、神戸に。だから、どうしても言い方がそうなるんですけども、まあ、訂正しておくことがあるとすれば、そのスキンヘッドらしき人を見かけたのは、地裁の方なんですよ。で、まあ、その人はシャープエンジニアリングで働いている時に一緒に働いたことのある人で、だから僕の働いた勤務先に、その裁判所関係の人間が働きに来てる話とかも、もうどこ行ってもその警察官の人間とかが一緒に働きに来たりだとか、だけどその実態も実際自分が働いたり、他の警察官の人とかが、いや、俺は上にこう言われて、ああ言われてとか、そういうふうな話をね、聞かなかったら分からない。本当に。人によって、ケースが様々違いますから。で、まあ、とにもかくにも、コンピューターの音声なのか、本部からの声なのか分からないですけども、もう僕はドアをガチャッと開けた瞬間、視察なんとかっていうようなことをね、なんか放送がドア開けてちょっと座った時に視察なんとかっていう援護の声が入ったんですよ。で、いろいろ話した後ね、松下さんが丁寧な対応してくれてね、いやいや、これね、松下さん、僕、昼間とか寝転んだだけでねって、有野第一タウンハイツに車で誰かが来たりとか、春山整骨院に車が来たりするんですよって。で、声で来るっていうことを言ってるんですよ。認めてるんですよ。で、その日はね、
ちゃんと松下さんか第三者に言ったからか、昼寝した時に、昼寝してる時に寝転んでても誰も来なかったんですよ。で、なんとかちょっとだけ寝れて。で、だから昨日は裁判の法廷があって、証拠に値するね、動画とかをテレビに向かっての受け答え、それ裁判所に提出してるのに決定的な証拠とは言えないので棄却しますって言われてるんですよ。僕は何を言おうと、裁判官が自分の判断でお金の支払いを命じなきゃならないんですよ。もしくは国が立て替えますっていうようなことをね。だけどもそれを言わなかった以上、僕が喋った内容とかをずっとチェックしてるか、電波の内容とかを信じ込んでね、それだったらいくらでも悪用ができます。で、他の人の証言とかもね、聞けばいいので。だけども、その裁判官はしなかった。あとで名前出します。僕のホームページで。で、まあもう出してますけどね、裁判官のね。だけども、もう僕の裁判変なんですよ。1回目の口頭弁論の時の裁判官と書記官が、2回目の時、もう違う人に変わってるんですよ。で、それなのに裁判官の名前は同じなんですね。裁判官は合議制であって、裁判長は誰かっていうことを記載しなきゃならないのに、一人の名前しかないんですよ。裁判官の名前が。だけど実際変わってるでしょ。で、1回目出てきた人間はやたらと顔は綺麗になってたんですよ。男性の裁判官と女性の書記官。で、男性の裁判官は白髪の人間で、もう最後の方に、一番最後に何って言ったかって言ったら、ここは助けるところじゃないですからって、もうやめなさいっていう話ですよ。その瞬間僕から言いました。もうそこ、その場では言わなかったけれども、後から動画でね、言うんですけども。無理だから。こんな世の中めちゃくちゃな状態で、人助けする心のないような裁判官が裁判官になっちゃダメ。無理。大変な世の中めちゃくちゃなのに。だから元裁判官とか元弁護士とかが、国会議員とかになってるでしょ。大きな会社の社長の役員だった人間とか、余計めちゃくちゃなことしよう。これが実態。もう、あとはもうコンピューターとかで自分が攻撃されたら怖いから、棄却とかにしてごまかそうとしてるだけなんだと思いますよ。で、昨日の試合に戻りますね。だから今喋ってる内容はもう世界中に伝えてくれたらいい。で、すごいですね。日本視察団に関しては、もともと僕の提案で、できた番組で、外国人として来てる人は、大使として来てる人たちも混ざってるんですよ。まあ、もしくは海外留学生だとか。もともとその国の政府上層部にある程度、登っていくことを想定された、人たちが出ていたんですよ。だけども、海外からの援護は一つもなかった。これがこの世の中の実態なんですよ。これだけいろんなことを世界中の政府上層部と進めてきたのに、助けてくれる人は海外一人もいないんですよ。海外からの援護を求めるっていうのは、国際司法裁判所のことなんです。そこで淡井圭介さんの言ってる通り、それはもう事実であるからお金支払いなさいっていうことを日本に言ったらいい。それが世の中の改革につながっていくんだから、本当の。で、その後ね、まあ、1点取られた時にちゃんとアメリカの選手がね、頭の中がこっちに来てるっていうことをね、オートっていうことをね、言ったら。だから、ホームラン打った後、アメリカの選手は、喜んでましたけども、それ、日本人の淡井圭介から、ね、アメリカ人の人なのに、コンピューター系の特許、アメリカが一番たくさん持ってるっていうことを知らない人もいるわけじゃないですか。その特許の貿易輸出入に関してね、日本円で、何十兆円と、プラスなんですよ。アメリカって。わかります？その金額の大きさ。さすがにそれは、多分アメリカっていう国単独だと思います。だって第2位が日本とかだから、戦争で勝った国のところの人口とか混ぜてる、人口表記とかじゃなくて、もう日本はそれしてしまってるし、もう海外いろんな国がそう、日本で、表記されてる中国の人の数とか、十何億人もいないから、本当に。3億人もいるかどうか怪しいから。無理だから、国土面積的に。日本で3000万人。
ぐらいで、それが第二次世界大戦が終わった時の国境線の範囲内で、そこから少子化が始まってるから、1900生まれてきてる人の数ですよ。で、その戦争のフェイクニュース込みで物事が進んでいたから、多分戦争はフェイクだと思う。で、法律の世界までついに第二次世界大戦が登場してしまったの話なんだと思いますよ。っていうのは、第一次世界大戦の前にオリンピックがヨーロッパの方で14カ国ほど集まって始まってるんですよ。その頃はプロ野球なんていうものはこのように存在してなかったはずです。1800年代ですもん。で、第一次世界大戦より前ですよ。で、第一次世界大戦が始まってオリンピックは一回開催されてるんですけども、戦争は本当はしなくてスポーツで表現してたと思うんですよ。昔から資源の採掘とかをしていて、大体昔は金属類です。で、一斉崩落とかでね、生き埋めになった人たちがものすごい数昔からいるんですよ。だからもう何もわけのわからんことしとんねんと。100メートル走っただけで金メダル、金くれって、採掘現場行ってこいと。そんなにわがままな方法で金稼ぎして、多分もうその当時の人たちが言ってた、もう一般人の人たちの怒りの、その文言を今言ってるんですけども、ふざけんなよ、それで税金上げてと。で、家計辿っていったらね、政府上層部の人間の家計だとか、そういうの人たち。で、オリンピックが再開された頃ぐらいに、だからウラン鉱が見つかって、研究が始まって、新しいエネルギーの元が見つかりましたみたいな話になって、オリンピックはね、再び、再開され始めて、そこにいろんな国がね、複数集まってきて、だから日本は最初国際連盟に加入してたんですよ。国際連合の前の、国連の前のね、国際連盟。その当時、30カ国もなかったと思います。だから28カ国ぐらいでしたっけ。で、日本がそれ多分脱退したのは、こんな嘘だらけの世界無理やと。いうことで多分脱退したんだと思うんですよ。アメリカも加盟してないって。で、その頃は、脱退した頃は日本とアメリカで日米野球で同じやんっていうことで僕も野球でエネルギーの消費を加速させ始めたと。これではもうちょっともう、ごめんなさい、やっぱり笑って言っちゃダメや。イケメンになってる人昔からたくさんいる。一応今年報道ステーションで昔のね、杉田の採掘現場で、だから僕は指示出したんじゃないから。で、僕はそこの会社の人間でもないから、金稼ぎしてきた人間でも。政府が一番金稼ぎしと。公務員とか一番給与高い。で、国会議員とか。で、インターネットじゃなくて政府の正式な書類、ちゃんと僕はインターネットで公表してるから、僕の方のね、ホームページは荒井健介の履歴で。で、笑っちゃダメなって言ってたのは、その生き埋めになった人たちがね、実際いらっしゃる話でね、その石炭の炭鉱で138人生き埋めになったって、もう実質何人かわからない。掘り返し見なかったら、もう昔からそう、そんなもんわからへんって。実際掘り返して遺骨探してみなかったらっていうことで、だけども、そんなことね、もう、崩れ去ったところ、炭鉱って入り口、地中からですよ。こんな木組みでね、入り口作って崩落しないようにって、だから木なんかで作ったって崩落するから、いずれ木がどんどん朽ちていくから。支えきれない。地面の重さを木でなんか支えられない。極端なことを言いますと、圧縮をかけた頑丈にした木。で、分厚さがね、2メートルとかあるような木だったらね、それは支えるかもしれませんよ。だから、その話は、昔から生き埋めになっている人たちがたくさんいらっしゃるっていう話でね。だから、だから野球の普及によって日本は
国際連合に加盟して戦争の話は昔からフェイクで、だってそうじゃなかったら なんで第二次世界大戦直後に学生運動とかしてんのって、学生暴動ですけども、あれ本当は学生暴動の時のその時の総理の言動とかテレビでこうね、ナレーションの言葉度外視でね、喋ってる音声がちょっと出てる映像でね、聞いたんですよ。吉田茂総理でしたっけ、もう誰か忘れましたけども、こんなに政府が嘘ばっかり言ってたら僕も本当はダメだと思ってるからって未来の時間軸がこう叱られて神がかり的な力とかでこう呪いが来たのか何なのか急に反省が始まってだから学生運動はあれある意味成功したんじゃないですか。だから自衛隊の解散軍備なんかなんでこんなしょうもないもん作っとんねんと、余計たくさん生き埋めになっとるやないかと、か自衛官とかがちゃんと資源の採掘にいかんかいと、そういう話になるんですよ。おかしいでしょ。で昔その話僕は20歳ぐらいの頃したんですよ。で韓国の徴兵制度なぜ泣いてるかって言ったら軍人として集められるでしょ。韓国のプロ野球球団って6球団あるんですけども、 1球団ちゃんと正直に言ってる軍人野球したんと資源の採掘行ってこいで生かされるから、あれ泣いてたんじゃないですか本当のところは。で、その後、まあ、日本が逆転して、まあ、追加点を、重ねていくっていう形で、言葉のワードとか、いろんなこと全部も対応して、ファースト戦に、あれね、最初の方で、審判が、ストライクゾーンのオンラインのところにね、日本のピッチャーが投げ込んでるのに、ストライク取らなかったんですよ。今まで3、もうこれある程度はしょうがない審判の人たちとかも、僕もそうだったから、アメリカ、日本の放送ではね、もうそこの国の人がどういうふうなテレビの放送を見てきたか分かんないですよ、新聞と両方でやられて法律の世界でも見てしまうと、絶対嘘に引っかかるような形になってますから。で、そのオンラインのところね、かといって、LINE 際ちょうどのところ、ある程度はっきり分からなかったら、審判が意図的に、フィアのところをファールって言ったりするときあるでしょ。本当に捕まってる例あるから。日本の審判団の人たちの年収知ってます ?700 万とかあるから。一般人の民間人が全部分かったときに、こんなやつお前らの方が悪党やろって、そりゃ暴動起きるよ。一回阪神タイガース対巨人の試合でね、甲子園で一回グラウンドにいろいろいろんな人がなだれ込んでね、暴動みたいなのが起きてましたけども、読売ジャイアンツの監督ね、原さん、殴られてましたけども、もうちょっと誰か軽く、殴っといた方がええんちゃうかみたいな話でそうなったんじゃないですか。僕は暴動しなさいなんか絶対言いませんよ。あかんからそれはっていくらなんでも余計負けるかもしれへんからって。だからコンピューターの世界とか僕分かってるから。ちょ、それはそれもっと困るから勘弁してくれって。球場のスタジアムはもともと消費税、地方交付税法の話とか、各都道府県でかなり分けられてるで、いや、君たちが作ったスタジアムだからとか、それ、東京側の真面目な人間とかで、生きてた人間がそれ言い始めてきて、こっちも対応策を持ってなかったら、もうこっちは、試合は負けるわ、その税金で補填されるわで、選手が年収億を超えた、村上宗隆が、年俸6億、違う。
彼の活躍によってヤクルトとかは、まあ、他の人も活躍してるんだけど、一人だけの活躍じゃ絶対無理だから、優勝は本当に、本当に本当に。ピッチャーもバッターも全ちゃんと活躍して、もうエラーもある程度の数とかね、しておかなかった。あとはもう本当、ダブルプレーとフォアボール、もうある程度プロでみんな毎日野球ばっかりしてきた人たちだから、ちゃんと野球のこと分かってるんです。あと、どこで何が勝敗が分かれていくかって、まあ、精神面とかいろいろあるんですけども、読みとかね。そういうところもいろいろあるんですが、頭の供給とかいろいろあるんですけども、フォアボールとか、ゲッツ、これ、本当に、もう、相手バッターとかも、その、もう、淡井圭介のことをもう、世界中の人が知ってるから、もう、ナショナルチーム、国際代表チーム、もうゲッツの矢も何回も取られ始めたら、バッターも、もう、泣いてくるんですよ。本当に。あの人、今日も遊んでないって言ってるから。絶対今日も硬い方やと。一応これは笑って言ったところで、これが仕事として認められるか認められないかっていうところでいくと、まあ今後ね、どういうような形になっていくかっていうことにもよるんですけども、まあ収入が入ってくるか入ってないかで、まあ仕事かどうか、ボランティアだったかどうかで、一応、もうある程度、笑いながら話しながらでも、アナウンサーでもそうだし、もう報道ステーション、しょっちゅうヘラヘラ笑ってるでしょ。報道番組なのに、ちょ、いつからコミュニティ番組になってんと。まあ、何回か叱るときは叱るんですけども、そう、怒って言わなかったら絶対無理だから。本当に。それ僕もヘラヘラ笑いながら言ってたら、共犯みたいになるでしょ。普通の人が見たら多分そうだと思いますよ。だから、淡井圭介さんの頭の中を供給していて、って、淡井圭介さんと会った人がテレビ出てたんやろって、そしたら君も共犯なんちゃうかって、こう疑い出す人は疑い出すから、違うから、まだ1円もお金もらってきてん。もう27年も経過してですよ。まあ、1985年の阪神タイガースの入賞ですけども、昔ね、神戸市兵庫区、の、港川駅の近くに港銀行があったんですよ。港川銀行だったか港銀行だったと思うんですけども ATM からね急に自動で100万出てきて急に自動で動き出して人いないんですよ周りにガタ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 ってあのお札がこう流れてくるの お母さんと一緒にいてで銀行員やめときやめときってそんなお金手つけたらどうなるか分からへんっていう声が聞こえてきてるのちゃんともうその子小さいけど頭いい人だからってもう将来めちゃくちゃ頭いい人になってるからもう やめといた方がいいどうなるか分からへんからってちゃんと書類にしといた方がいいってそれでちゃんと球団からお金もらっといた方がいいってそのまま立ちたり寄ったら港銀行の人が多いからお客さんお金忘れてますよ決算を変えてで受け取らなかったらどうなったかって言ったらそこ閉店だったんですよ国会でもうそこまで頑張ってるのにお金払ったらあかんとかこういう法律があるああいう法律があるのはいろいろ 法律に嘘が混ざってるのも分かるけども矛盾があるのは分かってるけどもどうしてもそう見えてしまうけどあるけども彼たち家族一家であんだけ頑張ったんだからお金絶対払ってあげなきゃダメだってっていうことになってでそれをちゃんと書類通して誰か代表者とでねお金持ってきてそれを球団の人ともう一番いいパターンはね国会議員の人たちもうこれでちょっと世の中の悪いところ全部改善していくからっていうことでそうしてくれたらいいんですけどもそれがよく考えたら今後公務員国会議員になる小野池さんだったかもしれませんこっちも、もうすぐバブル崩壊でバレるから。未来の時間軸から声が聞こえてきていた方なのか。その河野池さんっていう人は、兵庫県尼崎出身の議員さんでね、その後国会議員で衆議院議長にもなってるんですよ。で、衆議院議長と参議院議長とか総理とかは、皇室会議とか皇室経済会議に出るんですよ。一部の人だけその会議に出れるんです。この国の首脳は天皇陛下ですよ。本当は総理は2番手ですから。
だけどね、あの六法全書でもちゃんと書いてるんですよ。天皇陛下が総理を任命するって書いてるんですけども、どこでどういうふうにな話になったか分かんないです。あのその後の話がいろいろありますから、他国との話なのか何なのか分かんないですけども、僕もその映像を見て、これ見て 毎回思い出すんですよ。国会議員の人たちが投票して、各党の人たちが投票して、誰が総理になるべきか。もう石破さん顔めちゃめちゃなってますから。当たり前ですよ、その自民党は今はほったらかししてるんだから。めちゃくちゃになってない時の顔の状態が当ていい時なんかないですから、ないはずですから。本当に自民党員として長くいたんですから。で、小園選手ってね、岩田監督の息子さん、本当はもうそっからの話聞かせてほしい。っていうことは、川野明子ってインターネット上で、僕も仕事場ね、神戸市立ホテルフーズアパークで聞いていたのは、なんか、淡井さんと同じぐらいの年齢ですって、ぼやっとしたこと言ってくるんですよ。で、多分僕より年下のはずなんですね。っていうことは、ある程度の年齢、入社してすぐには、アナウンサーとして全員出てこないでしょ。何年か経過してからでしょ。っていうことは、その間に結婚して、で、子供産んで、それからテレビ出てました。そしたら、話が大体ある程度一致してくるんですよ。阪神・淡路大震災がありました。その後僕は神戸市立ホテルフルーツアーパークで1996年くらいから働いています。で、そこに、いろんな人間が現れます。今の監督もね、もう岩田さんなのか岩田くんなのか分かんない。いろんなこと考えて含めると、もうそれぐらいの年齢差だったら、もうそれぐらいの頃も友達でいいって、もうそれ多分一般人の人も通用するはずだからっていうことで、その当時から約束を交わし合ってるんですけども、あんまり僕も敬語を使い始めたら、あいつ友達じゃなかったように見えると。友達伝説とか、そういったところが、なくなっちゃうんですけども、伝える説明で伝説ですよ。伝説って本当は略語だから伝える説明ってちゃんと言っておけば、伝説の武将とか言われる僕の、ね、提案で作ってもらった我が天下っていうゲーム、あそこもまだ1円も払ってないから本当は国際指名って入ったし回ってくるもん先にこれ順序言いますよ、法律の順序。ちゃんとね、あんまりむちゃくちゃなことをしてる会社があったら、会社が政府の方で差し押さえられるんです。で、政府の方の人間が会社の役員として入り込んでくるんですけども、こんなむちゃくちゃなことをしてきた会社の役員なんか、無理や、俺も捕まってしまってな。本当に本当に。なぜなら、その上の、淡井さんの話、あの人の件に関わって、大統領が使われてるよ。パククリ大統領、ちゃんともう僕の家の方にちゃんと裁判所通して映像回ってきてるか。って、手錠かけられてるところ。ほんとほんと。もうみんな、だからもう僕もその映像見たときにね、いや、まあ、ちょっと、ちょっと、感覚を僕もわかりませんから、字幕がね、いつも喋ってる言葉と違うような字幕をつけられてるのはもう、わかる人はわかるでしょ。ちゃんと、だって神戸とか言ってるから、外国人の人、一時期淡いとか言ってたり、阪神タイガースを応援するためにね、ロシアの政府上層部の人が、阪神タイガースとか言ってくれたりしてたんですよ。それでも阪神タイガース優勝できなかったから。去年の僕の全力感ね、もう今年は横浜 DeNA さんが優勝っていうことで、もう今年は今年で大正直、もう僕の動画ちゃんと見てくれてる人だったら、もう見たでしょ。もうシーズン始まってすぐに、あかんもう、2球団、プロ野球2球団、どうしたビッセル神戸、こんな。神奈川県のチームサッカーチーム。あいつら便乗してきよ。あいつらからもうまず得点をちゃんと横浜 DeNA に回さなあかん。改革。
J リーグ4チームを作りやがって本当に嘘の人口発表してることぐらい知ってるからなって大阪府と神奈川県と東京都に関しては、兵庫県は淡路島含めて兵庫県なんですけれども、面積が5分の1しかないんです。本当に。兵庫県はね、もう僕の方で前輪の地図とかで大体調べてるんですけども、もう大体でいいです。3分の1か4分の1です。表記されてる人口の。だから、神戸市の人口147万人っていう数字が、兵庫県民の数字だと思いますよ。けど147万人っていう数字はだいぶ前からあるから、もう今本当は130万人ぐらいなんちゃうかとか、もう本当はそういう話を昔昭和株式会社で働いていた時にしたが、そこはもう三田市とかのね、前輪の地図一枚ものがあるから、家が何軒あるかもう完全にわかるんですよ。表札の入ってる家と表札の入ってない家。で、表札の入ってる家も人が いなくなって、もうお亡くなりになって、で、ほったらかしになって、表札のとかも行政の方が追いつかないんですよ。行政の方も人削られていってるから。で、一番ややこしいのが、二重国籍とかで他国に行って、他国に移住した人、向こうから死亡届回してくれんかったら、俺は分からへんから。話めちゃくちゃ。世界中でもう生まれてきてる人の数、もうこれだったら俺は分かるからっていう行政。だから本当に男性と女性の数が49年前と比べて半分ぐらいもう今なってるんです。もうほとんどどこの国もそう、こんなに世の中めちゃくちゃだったらもうみんな投げ出すから本当に。いい感じになる。とりあえず業務時間、自分が上から言われてきたことの仕事終わったからもう今日はもうこれで帰って、まああとはプライベートの時間だから好きなことします。もうそうじゃなかったら精神的にもたない。もうそれもわかりますよ。僕も本当はそうだから。どっかで遊んでる日とか作らなかったら絶対無理だから。法律的にもやられるから。1ヶ月に休み 4日は取得しないと。絶対にダメなんです。本当に。人じゃなくなるから。それさせられた人は別の人間とかにもついつい怒らされた時に言っちゃうんですよ。俺はこんだけ働かされたぞ。お前らも同じことせえっていうことを僕も今まで何回も言ってきてしまったんですけども、そんなこと本当にさせられたら過労死とかしてしまう場合があるでしょ。特に車の運転してる人。もう一回居眠り運転で、僕も居眠り運転で、もうタンクローリー横転事故したよ、本当に。新聞載りましたよ、僕の名前、実名ちゃんと載って。で、詳細全然書いてくれませんでしたよ。一月ね、労働時間、350時間以上働かされてる状態でね、それが半年続くんですよ、シューワー株式会社。他の人間もタンクローリーの横転事故、一つの店舗すまってんで、最初の出だしの1ヶ月です。3回も横転事故も来てんで。なんか、その時の北神戸店の店長はね、その時、1週間に6日の出勤をさせられてた僕なんですよ。淡いじゃんって。なんか、ちゃん付けで呼んでくるんですけども、いや、ちゃん付けで呼ばれなあかんな、本当は君の方や。同期に入って、友達でもいてて、山口隆っていうと、本当は子供の頃僕の家訪ねに来てますから。僕は小学生ぐらいの頃。もし何かあったとき、俺のことを構ってくれるの俺も上に言われてる方やから、どうしたらええと思う。スマテの店長おらんようになったらしい。後から分かったんだけど。その山口隆っていう男が、道路交通課の警察が。ちゃんと判例でもあるから、もう、絶対笑ったらルールなんかないからって、もうそこ笑わしといた方がいいっていう話、もう裁判所や、もう法廷に、もうそこまでの話もちゃんと僕の家の方でもテレビのニュースで流れてきてるから裁判官を笑いながら、そんな話さ、もう怒ったらあかんって言われたら、もう裁判官の人も怒るんです。例えばね、僕の件で、原告でね、もう弁護士さんなしで、もう全部書類、自分の方で、労働基準局の人に協力してもらって、集めてもらった書類とかでね、あとはもう、いろんな法律でダーって出して。もう、そういうふうな裁判とかでね、もう、裁判官女性の人だったんですけど、もう、覗き見人、連中とか電波で、もう、テレビ局って知ってるから、IT 関係のやつら。だから、これは、アナログ系の人と、
そのまあオールド系って言ってもいいです旧型っていう表現日本でされてるんですけど、オールって全員でしょもう国によってもう分かんない。もうアメリカってもともとヨーロッパのいろんな人の国が移住してきてるから、いろんな国の言語が混ざってるから。本当はグレイの皆さんのあの会心の一撃っていう曲が出たでしょ。であの曲に関してもフランス語とか英語とかいろんな国の言語が混ざっていて、一応そのはそれは僕は翻訳して、意味は本意味は何々語でこういう意味です、ああいう意味ですっていうのを書いたもんね。もう今もうあのワードの方でもう作ってるんですけども、それあのコメント欄のところに、まあ一般人の人たちとかね、その曲を聴く人たち用にちょっと いずれねあのつけてあげようって、まあそういう余裕こない本当に、あんなにいろんな言語日本人からしたら全部英語だと思うと思うから。いやだってアメリカの人、僕らに教えてもらったのはあの国の人たち英語っていうことになってますあんないろんな国の人が移住してきてヨーロッパ言語バラバラアルファベットがこうね、あの ローマ字ともう英語って違うじゃないですか。フランス語なんかも全然違う言葉みたいに見えるじゃないですか。言語とか発音とかもロシアも完全にそうじゃないですか。けど向こうの方の国の人から言わせたらね、中国の漢字と日本のね漢字プラスひらがなの世界で、ああ中国から伝わってきた漢字とかを使ってるんだろうなとか、まあ多分日本に移民とかもしくは伝わって、まあそういう言語が日本は独自にこんなに画数多い文字ばっかり書いてる、無理や。昔紙なんかなかったから、その邪馬台国とかの時代の頃、多分早くて僕の読みだと300年ぐらい、平安京の頃の時代の頃にはさすがに紙を作る人間が手でこうやってね、溶かした白い液体をね、もっとそれ木とかだのはずなんですけども、僕もよくわからない、自分で作ってみなかったら。で、まあ、一応出来上がってもあんまりその当時を紙って質良くないですよって書いたら書いたで、網に濡れただけでもどんだけ今まで頑張ってきたかっていうわかります？文字とか流れていくんですよ。うっそ、これ書簡としてよその他の都道府県のとこ、今の言う都道府県でも都道府県で言わなかったら逆に分かんないでしょ。昔の州の名前とか持ち出されて分かる人います？もういないでしょ。ちょもう やっちゃった、これもう赤もう何書いてるか分からへん、まあ、特殊だし大名に言われて隣の県の大名持っていきよった、赤濡れてもうた大雨だって、あもうあそこそこ風吹いて横から風も流れてくるし、こんなの濡れるなんて言おうが無理ですよ泣きそうなんだ。もう一回書類作ってうわこれやってもうた、上にまた言わなあかん、もう俺もまたかもうその当時1里とか2里とかな数字だったと思うんですよ。中国の方が1里とか2里だったから距離もう それで言うともっとみんな分かんなくなるから、ちゃんとキロメートルで例えるとね、うっそもう100キロも何日もかけて歩いてきたの、あれまた戻らなあかんのって自分なりのね意見のそれプラスそれで上に言わなんか道理日本もね、一つの国として何回も戦国時代みたいな話になったら帰ってこえん人もおるからじゃあここは笑ってたら笑ってたら、イノシシイノシイノシ負けるときは負けるから、イノシ大きいの本当に大きいから、本当にもう100キロ超えのイノシシとか発見されてるから、昔クレーンで吊り下げてるから、あのね日本の熊、テレビ放送されてるクマって小さいクマたちでしょ。あれが日本のテレビ局の昔の映像の意地悪なところで、ちゃんとした記録残ってる。一頭のクマでね、普通に考えたらわかる。アメリカの方とかのクマであんなに2メートルとかのクマとか見つかってるのに、
なんで日本のクマが2メートルも達するクマがおらへんって考えんねんって、そっちの方が不自然やろって、クレーンで吊り下げて軽トラックに乗せた時、クマ1頭で軽トラックいっぱいになってるから。僕も最初嘘だと思ったんですよ、200キロとかって。ボブサップさんを見た時に、ボブサップさんの体重が150キロっていうのは大体わかるんですよ。あの人、あの総合格闘技で、戦ってる時 ですよ。まあ、あの階級一応一番上の方のところだから、あの対戦してる相手の人とかも、もう体重100キロとかある、 もちろん背高い人ね、190センチ前後とか、もう本当に大きい人、2メートル何十センチの人とか出てきたんです。おかしいって、身長180センチあったら背高い方なのに、 2メートル何十センチ、40センチさ、こんなもん絶対どうにもならへんやの世界なんですけど、まあまあ話戻しますけど、ボブサップさんで、まあ2メートル前後の人だったわけじゃないですか。で、体重150キロ、もう本当に筋肉、めっちゃもう腕の太さ見たら分かる。あんな腕の太さありえん。あの、腕ひし十字って言ったらいいんですかね。あの、両手と両足で片一歩、一つの腕をね、関節決めに行ってる時って、両腕と両足と背筋の力使えるでしょ。あと、体幹の筋肉とか。もう、それになったらもう絶対もう、みんなそこまで行ったらもう絶対負けるんですよ。もう、片腕の力で。そんなもん、もう、筋肉の量見たらわかるでしょ。絶対無理でしょ。無理なんですけども、ボブサップさんは、あの人もともと本当はアメフト出身の人だから、だけど、腕相撲の方全面に足腰の筋肉も強いから、何したかって言ったら、あんな僕人生初めて見ました。腕伏し100キロある人に決められてるのに、そのまま片腕で持ち上げてリングにバンバン叩きつけて、初めて腕伏し十字がこう、もう足まで決めに行ったところから、まだ腕、伸びきってないの。ここでこらえれてんの。嘘。まあ、もう一本の片腕でこうはしてるんですけども、これだったら背筋の力も入るんですよ。両腕と背筋。この人だとあれできるんちゃうかっていう話。片腕でパン。アメリカのね、警察官の人がバン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 銃撃ってるっていう話を、腕ひし十字を決められてる状態からマットにバンバン叩きつけて、もうすごいことせんかったお客さん集まらへんやろ、倒産あるやろ、本当にすごい人間連れてくるしかないな話。だいぶあの熊の話から離れてしまいましたから、ちょっと熊の話に戻りますけども、ボブサップさん見た時にね、まあ、ボブサップさんで体重大体150キロぐらいなんですよ。実際あると思いますよ。あんなに筋力の搭載量が多くて身長高かったら。そしたら熊ね、ほんとはあのテレビのニュースで小さい熊だ放送してきて、その2メートル超えのクマは珍しいとかで、でも実際いろんな記録探していったら、やっぱりヒグマでいたって。ヒグマってあれアメリカの方のクマやんか。よく考えたら寒いところとか生息してるし、クマ泳ぐんですよ本当は、何十キロも。あーしまった、よく考えたクマ冬を冬眠してる方やって、あいつが体中に脂肪蓄えて結構長い距離移動できる方やわって、多少餌確保できんかってもって、あ向こうも命がけだから、季節に合わせて南下してきたり、他のところ縄張りアルスがあるから日本にこれ渡ってきとるわって北極の方ロシア経由で、それなの左、アメリカの、あ、北米大陸の左上のアメリカって書いとっちゃうだから、そこでね、僕はね、僕は別にアメリカの人にね怒らないんですよ。うつ相手間違えと思って、一般的な労働者の人たちは強制搾取的なところで賃金の不払いとか
されてるから、本当は警察官がその話ちゃんとね、なんで怒ってるのか聞いてあげて、わかったわかった、もう俺らが置いたるわっていうことで、ちゃんと金払わせるからって、国に行ってちゃんと本当のこと教えた。わかって、俺たちが高級取りってバレてるの分かってるから。怒るのやめてくれって。俺らも、よく聞いてなって、俺らも、そういう社会まずいなって思って、それで俺はもう警察官になったのっていう、そういう話。それでちゃんと犯人収まるからいかに、ちゃんとおとなしくなるから、分かった。俺らはちゃんと国からお金払うように言うとるから。まいったよ。今日、今年ワールドビジネスサテライトで、戦争犯罪者とされてる東条英機様、死んだことになってたでしょ。死んだふりでアメリカの僕も嘘バレた方やから、戦争のアメリカ兵からの輸血で、ね、輸血するでしょ。で血蓄えるでしょ。その血の到着遺跡総理にかけ、もう僕のあの8月9日生まれの原爆投下の日の話、なんか僕が生まれた気がするんですか。思い出したって、その昔ね、もういろんなことを話し合った時に、これ多分第一次世界大戦も第二次世界大戦もこれ多分嘘やでっていう話になってきた時、あんな世界中で総力戦の戦争した時に、助けられる側の人と助ける側の人、復旧工事する側の人と復旧あの工事がちゃんと知識的に持ってる人、あとそれプラス部品とか作らなきゃならない工業界の人たち、いなくなってるはずでしょ、ほとんど。復興できるわけないじゃない、こんなのって。物流さえ確保できないじゃないって。今負けっていうこと聞こえてきたんですけども、ごめんなさいね、野球の話からなかなか進まなくて。僕これ笑ってるけどね、あの昨日の野球の試合に関してはちゃんとね、厳しい態度を示さなきゃならないなって、日本の選手にね、9対1で勝った後、もう勝ってる試合の途中から、もう先発に投げたピッチャーがヘラ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 笑ってる映像が流れてきてたんですけども、じゃああれ本当に笑ってた？その後ホームランになりそうな当たり打たれてるんですけども、あの時って左打者でしたっけ、右打者でしたっけ、ライト方向に右中間、まあもともとそこはあのホームラン、距離的にね、届きにくいところなんですけども、もうフェンスギリギリまで持っていかれたでしょ。それまで急にピッチャーの流れ良かったのに、先発のあいつが割れ始めた。もう高橋高橋っていうピッチャーいっぱいいるから、歴代よく名前間違えるときは僕も間違えるから、もう2024年のアメリカ戦の先発ピッチャーの高橋さん、もうこれで絶対該当するから彼、もうベンチ下がってからえらい笑い始めて、じゃあもう試合中に笑うのやめてくれと、もう打たれるからって、もうこっちが頭なんかどうのこうのとかでもうなくなってくるからって、で、もうそれをね、そんな状況下の中でよく考えたらアメリカの選手が、僕はあの試合一回も笑ってないどころか、もう朝にね、裁判所で棄却されて、もうかなりの動画の証拠も提出して、証拠不十分って言われたんですけど、じゃあ何が証拠やねんっていう話になるでしょ。一回僕と同じ目にあってみます、証拠不十分なんか言ってられなくなりますよって、もう言ってること信じたってっていう話になりますよ。で、もう帰り帰っていくときね、もう顔めちゃめちゃになってる、もう階段降りていくときに、あれなんか前も見たことあるなと、あれ正直頭なんか よぎったのは、もう棄却されたし、もうボケ、もう本当は半泣きになってたから、もう怒るか、もう泣くしか、感情の行きどころなくなるから、もう本当はギャラクシーインパクトのカープ中将に、ね、なりかけてたのを、もうね、髪を切り替えて、もう半泣きになりながらね、もうなんとかね、
あ、いや、これだけ言うとかなあかんって。裁判官の名前、一人しか記載されてませんでしたけども、1回目の裁判官の人と書記官の人と、2回目の、あの、行動面談の時の、裁判官、今変わられてますけども、どちらの方が裁判長ですかって、名前2人とも書いといてくださいと。書記官の人もですよって。信濃さんっていう名前の書記官の人、娘さんですかって若返ってましたけど、だから顔作ってたんですかみたいな形でね、裁判所の方で作ってましたって。1回目の行動面談の時、僕睡眠時間2時間ぐらいでしたよ。その時は救急車走ってない。なぜ黒消されてるかも分かったでしょ。本当は裁判官が捕まらなきゃならない方、何でも棄却するから、隠蔽、それじゃ捕まる。本当はじゃあね、納税全くしてなくて隠蔽して、裁判官がそれ棄却してきたらどうします。行政の方が訴えてきて、この話でもう僕もね、この話するべきかどうか迷うんですけども、現場見たことないから、なんかそれ通ったらしいんで、その企画はもう分かってるか、分かってるからって、もう最初からこんなの倒産することぐらい分かってるから、それで税金納めろっていう方が、国の方が間違ってることぐらい僕らも分かってるからって、裁判官か陪審員、僕も分かんない。もう各自によってどう生きてきたか、どう何を知ったかによって答えが変わってくるから、法律 の, あの受け止め方とか、だからあのもう何が正しいとか正しくないとか、もうその企画言われた瞬間、もう頭なんかぐちゃぐちゃ。本当にただでさえ昨日の 前の日の睡眠時間が3時間で、その日の朝の時点は睡眠時間 連続で3時間ぐらいしか寝てない、が2日連続ですよ。もうそれだけでも頭回んないのに、もう気力で踏ん張ってなんとか裁判所行ってる方。一旦まあこの動画はここまでにしておいて、もう野球の続きもね、また、続き話します。だからもうその後続の人たちにもね、この話聞いてほしいっていうことを言ってるのは、後続の人たちもこの話忘れるときあるんですよ。頭に言って、閲覧して思い出さなかったら無理だから、この世の中。あのね、ペットボトルの水筒、夏場って水ね、普通に、僕は冷やした、冷蔵庫で一晩冷やした水持って行ったんですけども、昼12時前ぐらいにはもうそれ腐っていて、飲んだらジンマシンが出てくるんですよ、本当に。でそこで気づいたんですよ。ああ、今までのジンマシン、その水で出てきたんだなって。あの半角とかの、食べ物でジンマシン、この間も出ました。それは水じゃない。河川の撮影とか行けないから、家の水道水すぐ飲んでるから。寿司の半角。寿司の半角でジンマシン出るのは出るんですよ。それ、どの商品が、もうそれもうリスト使ってなかったら絶対無理、みんな引っかかるから。冷やしてますよ。冷やしてたら、冬場でも、もうまあ、もうこの時期、11月下旬まで来たら冬場って言っていいと思いますよ、兵庫県の場合。まあ、昨日ね、ついにプロ野球の試合中に暖房器具使いました。自分の部屋で。その2日ぐらい前から脱衣所で、暖房器具使うようになりました。まだ私は今年もまだ風呂一回も沸かしてませんから。去年は一応ちょっと体調悪い日はね、風呂沸かして、まあけど年間トータルで風呂沸かしたの10回ないですよ、去年。わかります？冬の冷たい水。140リットルとか160リットル沸かそうと思ったら、どれでガス消耗してるかわかるでしょ。ガス、家のコンロで鍋、沸くのにどれぐらいのガス消費してるか。あんなちょっとの水の量であんなにガス消費してるんですよ。頭、冷静に考えたらどちらが頭いいかわかってる。大学生で風呂入ってるやついたら、お前何のために大学行っとってってこう、叱るぐらい。それはタオル回しなく野球の応援。友達連れて。いや、友達が叱らなあかんことになってるって。ある程度許し合える。
タオル回しながら隣の友達ビシビシやってたじゃん。それでビシッとして言い始めて、ジョジョの奇妙な冒険、女性が主人公の、ジョリンっていう名前でしたっけ、キャラクター名、監視と戦ってる。あんまり監視がふざけたことをずっとずっと言っ放しなく、もうこっちも 夜中の放送で大声出して笑うわけいかないから、夜中の2時とか放送するんで声を殺しながらね、もうなんだかついに声出してしまった。ジョリンがこうやって相手の刑務官を指さしながら、後ろの背景無言ですよ、無言でも全く動かない状態で後ろピシッっていう。ワンピースとかの元ネタの話とか、あ、まあ、あ、次の動画でね、あの良い話混ぜときます。スモーカー大佐のね、あの話、あのアイスクリームの話、あれは本当に僕が仕上げたことですから、その時僕、喫煙者でした。もう30歳までに僕は禁煙成功してますから。じゃあちょっと一旦動画終了しますね。